くだらねえ。4号機4号機うるせえよ。5号機を好きで撃ってる俺らは、じゃあ何なんだよ。パチスロだけじゃない。昔は良かったと聞かされ続け、未来は明るいなんて思えるわけがない。俺たちは4号機を知らない世代。と言っても穴子とポセイドンだったら穴子打つし、絆とスリーなら絆打つだろ。って朝から人んちのビール飲むな。スーパードライにしろ。うるせえよ。昔は良かったなんていつの時代のおっさんも言ってんの。お前もおっさんになったら言うんだよ。で、何してんだ。昨日のデータまとめてる。かー、スロットごときによくやるね、このインテリアンキースロッターが。ヤンキーじゃねえし。鍵はいつも通りな。俺一元あっから。おお、頑張れ大学生。お前はもう諦めたのか、美大。そろそろ一回くらい帰れよ。もう10日、お袋さんも心配してっぞ。お前はもう諦めたのか、美大。受けた方がいいよ。私立も受けた方がいいよ。お金安いから国立ってのもわかるけど。浪人は合宿だって金かかるし、これ以上お袋に迷惑は。くそ、あいつのせいで嫌なこと。一本ちょうだい。一本だけでいいから。一箱は吸い切れなくて。ああ、お前いくつだよ。内緒。あ、でもパチンコは打てる年齢。あら、重いぞ。やったー。まったく、謎の美少女に声かけられたってのにリアクション薄いわね。悪かったな、自分で美少女言うな。さてと、で、お前初めてなのか。絶賛家出中だけど、ロギンが尽きてきちゃって。だったらやめとけ。スロットってのはな、何も考えないで打ったら負けるようになってるんだよ。でも君は勝ってる。そこのマックで時間潰してたから見てたの。毎日いっぱい勝ってる。それで声かけてきたわけか。じゃあやめとけ。そこで打つと負けるぞ。で、どこで打つと負けるって？はいはい、悪かったよ。声かける相手間違えたかな。私の方が上手いっぽい。確率の問題だからこういうこともあんだよ。早くしまえ。続けてたらなんか課長って聞けよ。ったく、ビギナーズラック恐るべし。はい、ルクチャーライ。6月に肉まんって、スーパードライはいいセンス。ほら12時だぞ、とっとと帰れ。母ちゃんが心配してるぞ。だから家出中。それに残念、うちは母ちゃんはいないのだ。だったら父ちゃんかばあちゃんかじいちゃんか他人か知らんが、保護者が心配するぞ。OK。なんだよ、そういう反応初めてだ。大抵ごめんって謝られたり、気まずい雰囲気になる。別に今時片親なんて珍しくないだろう。そうなんだよ。謝る人ってさ、無意識なんだろうけど、自分たちが普通でこっちは異常だって思ってる。片親の人は辛い目に遭ってきたに違いない。かわいそうな子に違いないって。そりゃあ母がいなくて寂しい思いもしたけどさ、私は父と兄と3人で幸せだった。幸せだったんだよ。そんなやつがなんで家出してんだよ。私これでも優等生でさ。だからそんなやつがなんで。うお、兄が結婚した。そしたら気が抜けちゃって、父は私たちのために一人で頑張ってる、だからいい子でいようって思ってた。でも
兄ちゃんが就職してちゃんと結婚したの見たら、ああ私はもういいかなって、私はもっと自由でいてもいいかもって、そしたら思わず家を飛び出してたって。わかんないか。いや同じとは言わないけど、もう一年、もう一年頑張ろうよ。失敗した、そう思った。受験にじゃない、一人で育ててくれた母親のためにいい子で居続けることに失敗したって。一度失敗したら張り詰めていた糸が完全に切れて、あとはズルズルと落ちていくだけだった。でもまあもう満足かな。なんか話してすっきりしちゃったし、外泊して繁華街うろついてパチンコ打ってて、最初はドキドキしたけど、やってみたらこんなもんかって。でも君に出会えたのは良かったかもね。本来ならあったはずの反抗期、親に遠慮してそうあるべき時期に子供でいられなかった俺たちは、やっぱりちょっとだけ損をしているのかもしれないなって。よくわかんねえけど、勝手につきまとって勝手に去っていったな。数日で自分の気持ちにケリをつけた彼女と2年間もくすぶってる俺、俺もたまには帰りますか。ただいま。お袋が俺を引き取った年齢に近づいたからだろうかって。おい大丈夫か。店で飲みすぎた。最近この家にいるとあの時のことをよく思い出す。繰り返します。乗客名簿にある法人と思われる名前を読み上げます。生存は絶望的と見られており、現地からの続報を。ママが酔いつぶれるスナックがどこにあんだよ。うるさいわね。おかえり、たくみ。チャンネル登録よろしくな。ブスだとこ。